戦いとかそんなもんじゃねえ。あいつ楽しんでやがる。三蔵、あなたならどう思いますか。こんな悟空の姿を。戦いの果て。叶わねえ。叶うわけがねえ。こんな化け物に。冗談じゃねえ。あの独学をたったの一撃で。シャレになってねえっつうの。いいえ、本当にシャレにならないのはこれからですよ。あれを止めろってか。めちゃ言うぜなあ、悟空。いいぜ、来いよ猿。また乗っか、うせつけてんじゃねえよ。楽しそうな顔してんじゃねえよ。もう十分でしょう、悟空。三蔵が刺されてから30分は経っている。そろそろ限界です。これ以上暴れ続けたら傷つくのはあなたなんです。もう言葉すら届かない。悟空、動きを先を見せても避けるのが精一杯なんて。五条、悟空の金庫を早く。あんなやつ止められるわけはねえだろう。何なんだあいつは。妖怪なんてもんじゃねえ、化け物だ。ええ、でも悟空なんです。状態で起き上がれるわけがないのに。それに動けばその分毒の周りも早まるんです。来い、殺してみろよ俺を。三蔵、本気で。来
いにくてめえに使うような無駄玉はねえよ。三蔵、悟空。こう、おい、こう。くそ。大丈夫ですか。不本意だが、一旦引かせてもらうぜ。お互い体勢立て直そうや。あんたに言っても仕方ねえが、こんなの戦いじゃねえ。友だ俺だ。確かにこいつが決意して、こっちがふっかけたことだし。負けは負けだ。だが俺はお前らを許せねえ。ええ、そうでしょうね。白龍、少し回復したんですね。辛いでしょうが、車に変身してください。すみません、いつも甘えてばかりで。頼むぞ飛竜。こう、ざまあねえな。負けちまった上にお前がしたこの飛竜の約束も反故にしちまって。だが今はこうするしかねえ。文句なら後でいくらでも聞いてやる。白龍、耐えてください。このままじゃ三蔵の体が持たないんです。日が暮れる前に村に戻らないと。目がかすむ。内装をやられたかもしれませんね。このままじゃ村まで持つかどうか。五条、運転変われ。八海、寝ていてください。あなただって僕にぶつかった時肋骨を。いいから変われ。胡蝶、カッコつけて無茶すんじゃねえよ。俺が惨めだろう。お願いします。何が三蔵だ。所詮貴様らなど度胸するだけのただの人間じゃねえか。そうかもな。何やってんだよ三蔵。こんな拷問めいたことお前らしくもねえ。俺らしいってのはどんなだ。殴れよこのバカザルって言ってハリセンで殴れば。それが俺の知ってる三蔵だ。強く強くありなさい現状三蔵。
ってますよ。でも少なくとも弱くはないでしょ、あなたは。お目覚めはいかがですか？最悪だ。丸3日も意識不明で昏睡してたんですから、起きた途端にそれだけ悪態つく元気があれば十分ですね。3日も経ったのか。致死量の毒に侵されてあれだけ動いて、3日で意識が回復する方が奇跡ですよ。あと少し遅かったら命はなかったでしょうね。実際僕らもどうやってこの村に帰ってこられたのか、あの少年が運よく僕らを見つけなければ全員揃って干物になってたかもしれません。郊外寺はどうした？独学寺さんが抱えて帰りました。逆恨みされちゃいましたけどね。お前らを許せねえ。気持ちはわからないでもないですが。そうか。悟空なら五条と一緒に隣の部屋ですよ。あれ違いました？知るか、あんなバカ。前に僕にこう言ったのはあなたでしたよね。足手まといは必要ないって。バカは俺か。自覚あるなら少しはおとなしくしてくださいね。迷惑ですから。性格悪くなってねえかお前。いえすみません、ちょっと当たってるんです。僕と五条ではどうすることもできなかった。暴走する悟空を前にしてその圧倒的な力に恐怖すら覚えました。あの時止めてくれと頼まれたのは僕なのに、できなかった。そんな自分に腹が立つんです。しかもこのことがかえって悟空を苦しめる結果になるからなおさら。このバカ、もっと優しく負けねえのか。うるさいな、我慢しろよ。こんくらいそんなに言うんだったら8回にやってもらえばよかったろ。てめえがつけた傷なんだから責任取れってんの、このバカザル。いいじゃんかよ、大したことなかったんだからさ。肋骨3本も折っといてどこが大したことねえんだ。ああ、だから悪かったって言ってんだろ。ちった反省しろっての。散々暴れまくった上、一人で気持ちよく爆睡しやがって。ごめん。ん？本当、ごめん。バカ、マジにすんなっての。お前の取った行動は間違っちゃいねえよ、少なくとも。ああでもしなきゃ郊外寺たちを倒せなかっただろうが。結果オーライじゃねえか、だろ。うん、だけど俺記憶なかったけど覚えてるんだ。てか本気で殺そうとしてた郊外寺だけじゃなかったんだ。五条や八海や三蔵まで。だから俺バッ、何すんだよ五条。なめてんじゃねえぞこら、てめえに殺されてやるほど落ちちゃいねえよ。第一殺されてわびられるなんざまっぴらごめんだ。よく見ろ、俺は死んだが。殺せなかっただろ、ざま見ろ。大体俺は死ぬなら美人と一緒って決めてんだよ。アホ面のてめえなんかに殺されるかっての。言ってえなこのエロガッパ。ああ静かにしてくださいね、隣にまで聞こえてますから。三蔵、目を覚ましましたよ。おお、そんじゃ生臭い面でも拝みに行くかって逃げんな猿。やだよ、離せよ三蔵。絶対むっちゃくちゃ激怒ってる。
るもん。どんな顔して会えばいいんだよ。たく、さっきまで人一倍心配してうろうろしてたくせに。だって三蔵だってそこまで心の狭い人間じゃないですよ、多分。だってだからってこのままでいいんですか、悟空。それはさ、三蔵。飼い主さんのご登場ってか。おとなしくしてろって言ったはずなんですけどね、ついさっき。悟空。何？喉が渇いた。缶ビールよこせ。はい。走るなっていつも言ってんだろうが、この薄らバカ。バカい、全然心狭くなくないじゃんかよ。だから多分ってつけたでしょ。チェ、何笑ってんだよ。笑ってねえもん。気色悪い。天の岩戸をぶち壊しましたね。素直じゃねえ、本当。三蔵様ったら照れやすさ。お兄さんたち、新しい包帯持ってきたよ。そう、そのうちマジで当たるぞ、絶対。日頃の行いが良けりゃ当たんねえよ。てめえにだけは言われたくねえな。 ありがとうございます。まず邪魔だ、ほどけ去る。言うな、赤ゴキブリカッパー。赤ゴキブリだ。てめえ、その間にそんな単語作りやがった。ゴキブリだからゴキブリって言ってんだろ。この触覚はなんだよ、この触覚は。出て出て、邪魔じゃねえって。バカゴキブリだろうが、バカゴキ。にぎやかだね。すみません、気にしないでください。いつものことですから。着いたぞ、こう。こんな傷、八尾根にかかれば。おかえり。服従の代価。チッ、しけてやがんな。こんなんで飯食えんのかな。それより向こうに見えるお城、何か気になりませんか。何やってんだあれ。さあ、何かの儀式のようですが。夜になったら盆踊りでも始まんじゃねえの。え、じゃあ出店も出るかな。俺、焼きそば食いたい。なわけねえだろ。あんたたち、よそ者じゃな。確かに、僕たちは旅の者ですけど。おい、あの行列は何だ。生贄との最後の別れの儀式じゃよ。生贄？あそこに城が見えるじゃろう。あの城に救う妖怪にこの町は毎年生贄を捧げているんじゃ。なんだよそれ。そういうのって今時流行らねえんじゃねえの。あの大筒が見えるじゃろうて、奴らは一瞬にしてわしらを滅ぼすことができる。
言いなりになるしかなかろう。だったら引っ越せばいいじゃんかよ。水ですね。水がなければ引っ越しどころじゃないですからね。四方は砂漠、水源は奴らに抑えられておる。そしてあの大筒、この町は見えない壁に幾重にも囲まれた牢獄のようなものなのじゃ。バッカ見て、そんな妖怪やっつけちまえば。どうしたんだよ。残念ですが、これ以上進ませるつもりはありません。こんな馬鹿げたこと今すぐやめてください。あなた方の気持ちなんて知りたくもないですけど、生贄の身内の気持ちは痛いほど分かっているつもりですよ。てめえ、そこどけ、どかねえと。どうなるんですか。やっちまえ。そこまでだ。責任者を呼べ。なるほど、あなたの言いたいことはよく分かりました。それでは。答えはノーです。やっぱり言うと思った。負け犬根性にすっかり毒されてやがる。理由は？ホーファは自ら進んで引き受けてくれたのです。お気持ちはありがたいが、あなた一人のわがままのために町の住人すべての命を危険にさらすわけにはいかないのです。分かってください。私には住人を守る義務があるのです。いい加減にしてくれませんか。あなた方のしていることは間違っている。自分たちが助かるためなら仲間を犠牲にしていいなんてことは絶対にありません。私は住人のためを思って。まだわからないのですか。あなたは住人すべてを守ると言いながら、住人である彼女を死に追いやろうとしているのですよ。てめえ、そんな風な口叩いてんじゃねえぞこら。俺だってな、オーファーを、俺の言い名付けを化け物になんかやりたかねえんだよ。でも仕方ねえんだ。奴らめちゃくちゃ強いんだよ。人間なんかじゃとてもかなわねえ。だから俺たちだって生きてくのに必死なんだ。生きる、愛する人を守らずに敵に尻尾を振って、それで本当に生きてるつもりなんですか。やめて。お願い、もうやめて。なあ八海、どうしたんだよ。八海らしくないじゃんか。なあ八海ったら。うっせえぞガキザル。だと。大人には大人の深い事情ってもんがあんだよ。事情？何それ。お前は黙ってろってことだ。なんだよ三蔵まで。確かに悟空の言う通りです。僕らしくありませんよね。八海似てたんです、カナンに。あ、カナンで、どうすんの。どうせ何か面白いこと考えてんだろう。一口乗るぜ。あれも皆さん楽しそうですね。ほんと
ホーファー。あ、その、今夜は冷えますね。こんな物騒なもの必要ありませんよ。ホーファさん、早速ですけど逃げてください。できません。私が逃げればまた他の人が。大丈夫ですよ。そう言うと思ってしっかり作戦を練ってきましたから。この町の人間ではないあなた方を巻き込むわけにはいきません。それに私だってただでやられるつもりは。そんなこと言わないで、僕たちを信じてください。あなたが一人で何かするよりは確実ですから。でも、こう見えても僕たち結構強いんですよ。なぜ私なんかのために。気にしないでください。僕が勝手にしていることですから。そんなわけにはいきません。参りましたね。昔似たようなことがありましてね。その時は僕の力が及ばなかったばっかりに彼女を救うことができなかった。そんなこと、ごめんなさい。何も知らずに。いえ、だからこれは僕のエゴなんです。ですからあなたは。私には難しいことは分かりません。でもこれだけは分かる。あなたは私を助けてくれた。かな。そうだ、ホーファさん、あなた料理は得意ですか？ええ。それはよかった。実は僕たちここ数日ろくに食べてなかったもんで、全てが終わったら僕たちに食事をご馳走してくれませんか？え、喜んで。ほれ、焼きそば。バレちまったのか、このしまい。だそうです。わかりました。もう二度と同じ過ちは繰り返させない。おい、今度の生贄ってえらい美人らしいな。関係ねえだろ、俺たちのおもちゃになるわけじゃねえんだからよ。ちげえねえ。あ？なんだあいつら。どうした？双剣にかけられた凶文字、真紅のチャクラ。あいつは現状三蔵。この時を楽しみに待ってましたよ、お嬢さん。こりゃ大量なお出迎えだな。ざっと見積もって100ってところか。
ちょっとちょっと、やれやれ。さあお嬢さん、その可愛らしいお顔をじっくり見せておくれ。どうもすみませんね、ベタで。でもあなたに会うにはこれが一番だと思いましてね。あなたたちはそれで何とも思わないの？あの人たちは町の人間じゃないのよ。そんなこと言われてもな、どうせもうやられちまってるよ。はあ、困ったものだ。もしあの4人が我々と無関係だと証明できなかったら。もういいわ、私は一人でも行く。待てよ。俺もいいとこ見せないとな。ぬるいな、この程度の力で乗り込んでこようとは。よかろう、我が力を思い知るがいい。おお、あれやってるね。さてと、五条、あなたには砲台の破壊をお願いします。隠密行動ですので、できるだけ目立たないように砲台に近づいてくださいね。俺黙っても目立っちゃうんだけどな。三蔵と悟空、あなたたちには申し訳ありませんが、おとりになってもらいます。三蔵が殴り込みに来たとなれば、町に大砲だなんて言ってる場合じゃないでしょうからね。アバウトな作戦だぜ。三蔵、何匹倒した？さっきので18だ。勝ち、俺20。あと60。油断するな。三蔵もな。そんじゃま、ちゃっちゃとぶっ壊しちゃいますか。おっと、そうはいかねえな。お前ら甘いんだよ。外であれだけ派手にやれば、陽動だってことくらい普通気づくだろ。惜しいな。お前はとんでもない過ちを犯してるぜ。何のことだ。お前一人じゃこの俺様は倒せないってことだよ。け、試してみるぜ。どうした、もうへばったのか。だって腹減りすぎてもう力入んねえよ。殺すぞてめえ。王子、こやつは。てめえら、見せしめにあの町ぶっ倒してやんな。逃がされよ。誰が逃げるかって。王子、準備整いました。よし、やっちゃいな。いや、ロンゲの兄ちゃん、お前ら、なんで。決まってるでしょ、俺たちも生きてるってことを証明するためですよ。へっ、てぇ、遊んでんじゃねえぞ。てめえら全員皆殺しだ。てめえには無理だって言ってんだろ。バカ、どこに投げてる。だから言ったろ、お前じゃ無理だって。あとはお前だけだ、八戒。
した、もう終わりか小僧。耳はいいようですね。何？あの音は大砲が壊れた音、あの声は町の人たちの声、支配の象徴は壊れ、群衆は立ち上がった、残るはあなただけです。小坂氏は皆殺しだ。どう死ねえ。無駄だ。この時を狙ってたんですよ。これで最後です。うわ、本当にありがとうございました。なんとお礼を言ってよいか。私たちは従うことに慣れすぎていたのかもしれません。気づくのが遅えんだよ。反省してる暇があんならてめえの足でしっかり立つことを考えな。こんな傷だらけになるまで戦ってくださって、でもご無事で本当によかった。いや、なんか意外に強かったですね。おかげで目が覚めたよ。自分たちの運命は自分たちで切り開いていかなきゃならないってこと。愛する人は自分の手で守るってこともね。お姉ちゃん、腹減ったよ、飯。汚ねえんだよこのクソザル。わかりました、戻ったらすぐ支度します。やったー、焼きそば焼きそば。焼きザル。それじゃともぐいじゃねえか。なんか言ったかエロガッパ。なんだこら、やるか。やらないで、かかってこい焼きザル。いい加減にしろ。退屈だこと。真面目だけが取り柄のパン博士。何ですそれ。その箱です。何が入ってるんです。私の頭脳が作り出した心をもてあそぶおもちゃですよ。赤の絆。ということは飯だ破壊。まだ夕食の時間までだいぶありますが、ちょっと聞いてみましょう。頼む、俺死んじゃいそうだよ。おー面白い、腹減って死ねるなら見せてもらおうじゃねえか。どうした悟空。悟空。おい猿、マジに死ぬのか。待ってろ、俺が食い物調達してきてやる。えだったら餃子、ニンニク抜いてもらってね。ニー博士、私は博士がこの世で最も優れた科学者であることは認めます。それはそれは光栄の至り。でも私たちは玉面講師様に仕えるのです。勝手な行動は。ファン博士、あなた小学校で学級委員長やっていましたね。何よ突然。図星じゃね。無知と物音混沌の砂漠の中に枯れることなく溢れ出る泉はただただ乾ききった砂漠に飲み込まれていくんです。ああ、たった一人の女だけがその泉の水を貪欲に飲み干そうとしても、いいかい、泉は次から次へと湧いてくるんだよ。砂漠に飲み込まれていくためにね。もったいない話じゃ。あなたがその泉だとでも言うの。いやだね、無駄に砂漠に吸い込まれていくのは。私の作った女王蜂、勤務時間外に作った趣味の産物ですよ。
まさかあなた、それで現状三蔵を命令もなく勝手に。あまり気になさらないでください。おいき、働き蜂はもう偵察に出ているよ。バイバイ。残念ながらこの宿は食事を出さないそうです。日照りと水不足で村の食料が不足しているんだそうで。おい五条、食料調達してこい。なんで俺が。お前さっき言ったろ、待ってろ、俺が食い物調達してきてやるってな。それはこの猿がインチキこいたから。男に二言はないはずだ。マジかよ。いってらっしゃい。わったよ、行きゃいいんだろう、行きゃ。てめえも来い。ああ、ったく、しけた村だぜ。お前なんかに売る品物はここには一つもないんだよ。お願いです、私には。え、うるせえ。お前に売るぐらいだったらゴミ箱にでも捨てるよ。お願いです、お願いです。おい親父、可愛い子ちゃんにひでえだろうが。なんだと。お前その髪、目の色。ん、ああなんだ、どうやらお題はいいらしいぜ。俺の顔に何か書いてある。ああ、女が大好きって。なんだ、そのせいか。どうする。他を探すか。いいですね。この村には憎しみと恐怖の感情が膨らんでいる。なんでどの店もダメなんだよ。腹減ったよ。なあ五条。うるせえぞ猿。あ、どうしたの。あれ、さっきのお姉ちゃん。俺の顔に何か書いてあるか。スケビ。よし。先ほどは失礼しました。なに、困った時はお互い様ってな。あまりに驚きましたので気が動転してしまいました。ふん、出会いは突然やってくることもあるもんさ。名前は。ヤンミ。佐五条だ。五条でいい。ああ、こりゃダメだ。燃えるような赤い瞳。え？禁忌の子。人間と妖怪の間に生まれた子は、真っ赤な瞳に真っ赤な髪を持つ。仲間を放っておくとどうなるかわからんぜ。今村のみんなを集めている。あんまあまあ、わかった、すぐ行く。でも客がいるんじゃねえのか。うさんくさい坊主と連れだ、心配ねえ。何かあったんですかね。
さあな、それより遅えなあいつら。五条のことだからどこかでナンパでもしてるんじゃないですか。こぶつきじゃナンパもできんだろう。ああ腹減った。悟空お帰りなさい。五条はどうした。なるほどな、あんたの赤ん坊がそれで俺の赤い目を見てたってわけか。ごめんなさい、そのような境遇で立派に生きていらっしゃる方を見るのは初めてなんです。立派に生きてるか、そうかもしんねえな。生きてることには違いねえわ。で、あんたの彼氏は。それがある日突然急に人が変わったようになって。チッ、どこも一緒か。あの人はその日以来村から姿を消してしまいました。村の人は優しくて私には何の責任もないからと今まで通りに暮らしてきたんです。でも私には赤ちゃんが。産めばどういうことになるかも分かってました。真っ赤な夕日のような目をした赤ん坊だ。よく食べるの、本当にいつもお腹を空かせて可愛い顔して。チッ、女が泣くのを見るのは苦手だ。母さんが俺を見ていつも泣いてたから。こんな村出ちまえ。いいえ、この村はあの人のふるさとです。私が待ってあげなければ。おい、こっちだ。気をつけろ、ヤンミンのやつ化け物の仲間を呼びやがったからな。村の人たちです。ち、面倒が起こりそうだな。さあ、悲しみと憎しみの交差点だ。急いで、僕の女王バチ。メシ。それにしても遅いですね、五条。見に行ってみませんか、散歩がてら。ああ、タバコも切れたしな。薬病神が薬病神を呼んできやがったが、だから早く村から恩出しゃよかったんだ。ええ、まったくだ。なんて連中だ。待って、この人は関係ないわ。おい、そんな言葉に騙されるか。仲間呼びやがって村を乗っ取る気だろう。お前が化け物を生んだおかげでこの村には一滴の雨も降らなくなったし、井戸も枯れた。周りの村の者も赤い目の赤ん坊を怖がって誰も寄りつかない。全部お前のせいだ。おい、そいつは違うぜ。この桃源郷全体がおかしくなっちまってるんだ。化け物の戯言を誰が信じる。上等じゃねえか。やるか、化け物、早く出て行け。やめて、私たちが何をしたっていうの。悲しみは憎しみの裏返し。さあ、楽になりなさい。絶望をエネルギーにして爆発させるといい。どうした、ヤンミン。おい、どうした。ヤンミン。気分がいい。私は生まれ変わった。ヤンミン、なんだ、やっぱりあの女妖怪だったんか。今までの恨み、この場で晴らしてやる。ヤンミン、やめるんだ。うるさい、この化け物。何しやがる。
何やってんだよ。飯は？五条、タバコくれ。今忙しいんだ。後にしろ。あの妖怪、さっきの姉ちゃんか？五条、どうなってるんだ？わかんねえ。だが、ヤンミンは人間だ。妖気のかけらもなかった。邪魔をするならお前たちも許さない。面白い、やるか！手出しをするな。ヤンミン、村の人たちを攻撃しても何も変わらないぜ。禁忌の子が。妖怪と人間の間に生まれた子供は大きな災いをもたらす。赤ん坊？そういうことか。全ての憎しみの源は禁忌の子。禁忌の子さえいなければ。そうじゃねえだろ！五条、何してんだよ！三蔵！どけ！やめろ！悲しみは俺だけで十分だ！誰？自分の子供に憎いと思う母親なんていねえ。そうだろうが！私にはもうどうすることもできないんです。ふざけんじゃねえ。私だって赤ちゃんを。でも体が勝手に動くんです。あれはヤンミン。私は邪魔する全てのものを葬り去ってやる。ヤンミン、ダイ！うわあ！三蔵、やっちまうしかねえよ。手を出すな。俺はヤンミンを助ける。こいつの母親はヤンミンしかいねえんだ。この子に俺と同じ思いはさせたくねえし、ましてやこんな幼い子じゃ母親なくして生きていけねえんだよ。とどめだ。かおい。大丈夫、生きてます。気づいていたんですね、五条。らしいな。はあ？何が起こったのか、俺にはさっぱりわかんないぜ。これですよ。これがヤンミンさんを操っていたんです。はあ。五条は自分を攻撃させることで隙を作らせ、この本体を攻撃したんでしょう。すんげえ無茶。僕もそう思います。でも無茶しても守りたいものってあるんですよ。燃えないゴミは向こうです。はいはい、学級委員長さん。やめてください、その言い方。
じゃあな、ここでさよならだ。本当に一人で行くの？一人じゃありません。この子がいます。大丈夫ですか？世の中危ないですから。私は母親です。この子に強く生きていく力を与えないと。怖がってばかりじゃ母親失格です。村を出るのは寂しいけど、私はこの子の父親を自分で探しに行きます。でもよ、今の桃源郷は。いざとなったらまた八女になって戦います。え、あの針一部だぞ。ごめんなさい。兄はいないの？はい、玉面公主様。あら、行ったの？いつもあなた様のことを思っておりますので。退屈なのよ、私。それはそれは、さぞやお困りで。何か楽しいこと思いついて。ああ、いえ、私は玉面公主様にお仕えする毎日だけで時間がいっぱいでして。ねえ、お願いがあるんだけど。何なりと？喉が渇いたわ。まあ、では冷たいお飲み物でも。そうね、砂漠の泉から汲んできてくれない？たっぷりと、私だけ。ありゃりゃ、